フィギュアスケートの202021 2020 0 2シーズンは、年末の全日本選手権をもって、2020年が終わり、年が明けて、高校総体や冬季国体に進むことになる。思えば、よくここまで予定通りに、大会を開催することができたものだ。昨春を過ぎてからの、選手やコーチ、あるいは他の立場で関わる人々の今シーズンへの危機感を思い起こせば、改めてそう感じる。 新型コロナウイルスの感染拡大は、あらゆるものに影響を及ぼした。スポーツも、その範疇にあり、フィギュアスケートも逃れようもなかった。昨年2月の四大陸選手権では、マスク着用を求め、入場時の検温を実施して行われた。3月の世界選手権は、開幕直前に中止。国際スケート連盟、イスは、秋に大体開催することも検討したが、それが伝えられるや、否や、現場サイドから反発が生まれたことが物語るように。 あまりにも現実的ではなかった。開催国の選手、拠点としている選手などに限定。国内外を問わず、選手は思うように練習できない状況が生じ、国と国との移動も制限された。指導を受ける拠点と、居住国の行き来も困難を強いられることになった。グランプリシリーズは中止となる大会があり、実施された大会も、開催国の選手、拠点としている選手などに限定して開催され、得点は非公認とされた。 グランプリシリーズに限らず、それぞれの国で大会は行われた。ロシアで有力選手を含め、感染者が相次ぎ、欠場を強いられるなど、難しさを感じさせる事態もあった。日本でもシーズンは幕を開け、各ブロック大会をはじめ、様々な大会が実施された。その多くは無観客で、NHK 杯と全日本選手権は人数を制限しての有観客試合として行われた。懸念はあった。感染が広がったら、 選手が感染したら、幸い今のところそうした報告はない。車で片道10時間近くかけて、選手の待つリンクへ通った振付師。他競技の取材での見聞も踏まえて言うと、コロナ禍にあって、フィギュアスケートのそれぞれの立場にいる人たちに感じられたのは、コロナとの向き合い方の真剣さだ。例えば、振付の際、自身も感染しない、選手にも感染を及ぼさないという決意のもとに、公共交通機関を一切使わず、 車で片道10時間近くかけて選手の待つリンクへ通った振付師がいる。4月から5月にかけての緊急事態宣言では必要な場合を除き自粛を求められたが、三原舞は忠実に守った。ずっと家にいました。家で過ごしつつ復帰を見据えて準備していた。柔軟はどんな時でも毎日やっていて体幹トレーニングも本当に基礎なんですけど、一つ一つ、羽生結弦のコメントも大きな役割を果たした。 それぞれに真摯に向き合っていた。それは二人に限らない。7月に出されたあるコメントも大きな役割を果たした。世界での感染者数の増加ペースが衰えておらず、その感染拡大のきっかけになってはいけないと考え、私が自粛し、感染拡大の予防に努めるとなれば、感染拡大防止の活動の一つになり得ると考えております。波ユ譲ルのグランプリシリーズ欠場の発表と、共に寄せられたコメントの一節である。 自身が感染するリスクを考慮しつつ、広げない決意が込められていた。それは間違いなく、感染予防への意識を改めて高めるのにつながった。いざ大会でも、多くのスタッフが感染防止に努めた。NHK 杯や、全日本選手権では、観客席を除菌する光景があった。原動力は、試合で滑りたい、演技がしたい。全日本選手権では、選手やコーチたち、さらに大会に関わる人が、 PCR 検査を受け、大会の前に、検査結果の確認を取った。これら、よく知られている事実にとどまらず、感染しない、させないことを意識し、過ごした毎日があった。その積み重ねが、数々の大会を成り立たせた。原動力は、試合をしたい。試合で滑りたい。演技がしたいであったろう。その場が得られることが、何よりも嬉しく、そしてサポートしてくれた人たちに、自然に感謝を覚えた。 フィギュアスケートでは観客のトラブルがなかった。例えば、宇野昌磨の言葉。今までは大会に出ることがずっと当たり前だと思って練習してきたので、こういう状況になって初めて開催してもらえることへの感謝を覚えました。今回、大会に出られたことが本当に良かったですし、単純に楽しかったです。誰もが一生懸命取り組んでこぎつけた NHK 杯全日本選手権を無事終えるには、さらに必要なパースがあった。 他のプロスポーツでは、試合の時、何度かトラブルが起きた。事前の要請に反し、大声を上げる観客がいて、中断される、審判が場内アナウンスで注意することがあったのだ。有観客試合として開催されたフィギュアスケートの、2つの大会に、そのような光景はなかった。大きな拍手や、スタンディングオベーションで称え、でも、声援はなかった。その抑制は、選手や関係者に感染者を出さないように、 大会を成功させたいという思いではなかったか。波ユズルの観客への感謝の言葉。声のない観客席に心から選手を応援し、フィギュアスケートを大切に思う気持ちがあるからこそであったように思えた。コロナ禍で先行きが不透明な現在がある。たとえそうではあっても、その光景はフィギュアスケートのこれからへの、ささやかだけど、大切な光であるように感じられた。何より会場に来てくださった方々が、本当に最新の注意を払って、 手拍子だけで応援していただけたり、一人一人、それぞれの選手に、かなり大きな拍手を、今まで以上に送ってくださったと思います。大会を作ってくださった観客の皆さん、本当にありがとうございました。全日本選手権翌日に行われたメダリストオンアイスでの、羽生の言葉だ。心からの感謝が込められていた。次のオーディオビデオでお会いしましょう。